こんにちは、ローリンプーです。今回はベンダー様の商品が送られてきましたので、その商品をご紹介させていただきたいと思います。今回はですね、こちらですね、電気ヒーターということで、セラミックヒーターになっています。こちらの方はですね、首振りをしたり、そして3段階のモードの切り替えなどですね、一般的なですね、ヒーターと同じ機能があるんですけれども、特にですね、目新しいところというのはですね、こちらですね、付属しているリモコンで楽々操作をすることができるということと、それからですね、こちらですね、エコ温度センサーというのを搭載してまして、温度を設定するだけで、あとはお任せでですね、稼働させることができるヒーターということになっています。詳しく見ていきたいと思います。電熱転換率のですね、高い PTC セラミックを搭載してですね、こちらスイッチオンでですね、もう2秒で温めることができるようになっています。左右にですね、首振りをすることができるようになっています。はい、このようにですね、はい、1200W という高出力でですね、強い風をですね、送り出すためですね、10畳程度のですね、部屋をですね、効率よく温めることができるということになっています。安全機能ということでですね、転倒や加熱などですね、異常温度を検知してですね、自動的に電源が切れるという機能が搭載されています。切り忘れ防止ということで、6時間で自動的にですね、電源がオフになるような機能になっています。停止するときにはですね、約30秒間ですね、送風をして本体を冷やすということになっています。点灯させてみましょう。はい、はい、今このようにですね、エラー表示が表示されています。そして今すぐさんはですね、ヒーターの方は今停止しています。はい。そしてしばらくするとですね、自動的にこの送風で本体を冷やしながら電源が落ちてくるというふうな形になります。もうちょっとしたら止まるかな？はい、今止まりました。というふうにですね、点灯してもですね、安心してですね、使い続けることができるということになっています。 V09 のですね、難燃性の安全素材を使っているので、より安心が高くなるんじゃないでしょうか。エコ温度センサーをですね、搭載してまして、15度から35度までのですね、無段階で設定をすることができます。その設定に合わせてですね、ここのヒーターのオンオフですね、温度に合わせてですね、自動的に調整してくれるという機能になっています。このモードの方を押していただいて、そして今25度になってるんですけど、こういうふうにね、温度設定をですね、無段階で設定することができるということになります。ですからこれね、はい、今ちょっと分かりにくいんですけども、今モードが切り替わって19度にするとですね、最大の 1200W からですね、 800W に今落ちたという形になります。3つのモードがあります。送風、それから 800W の弱音風、それから 1200W のですね、強音風というのがあります。こちらの方ですね、プラスマイナスのボタンがあります。こちらを押していただくとモードを切り替えます。今ですね、3になっています。で、マイナスのボタンを押すと2、そして1ということで、こちらが今ですね、送風のモードという形になっています。タイマー機能というのがあります。こちら、モードの方を触っていただきまして、そして、調整ですね。はい。1時間から12時間のですね、タイマーの設定をすることができるようになっています。これもう一回押し、はい、切ります。リモコンが付属しています。今、本体で操作したこと以上のことができるという形になっているんですね。当然、首振りですね。こちらを押していただくと首振りができます。もちろん、電源のオン、オフですね。今、オフにしましたけど、30秒間ですね、送風で本体を冷やしてから
止まるというのは同じになります。そしてもう一回電源入れます。はい、今電源入れました。そして、こちらですね、プラスマイナス押していただいてモードをですね、はい、2800W のですね弱音符、そして3 1200W の強音符というふうな形でですね、切り替えをすることができるようになっています。エコ温度センサーの方はですね、こちらを押していただいて、そしてこういうふうにね、はい、設定をね、温度の設定をすることができるようになっています。そしてこちらですね、タイマーの設定ですね。でその後こっちね、タイマーを止めるというボタンになっています。そしてですね、夜ですね、お休みの時ちょっとここ明るいなというような場合はですね、ここを押していただくと、ここの LED の表示がですね、消えます。またね、こちら必要であれば押していただければまた表示してくれるというふうな機能になっています。重さが約 1.8 キロということで非常に軽いんです。そしてご覧のように小さくなっています。この後ろ側にですね、はい、ここ手を入れてスッと持ち運べるようになってますので、こちらの方を使っていただくと簡単にですね、はい、どの部屋にでも移動して持ち歩くことができます。ですから電源のコンセントさえあればですね、どこにでも持ち歩きできるということなんですよね。ですから例えば洗面とかですね、それからキッチンの足元とかですね、それからトイレなんかにもですね、使えるんじゃないでしょうか。またですね、ちょっとした外の作業なんかでですね、寒い時にですね、ヒーターとして使っていただくということもですね、大きくなくって軽いので、そして安全な機能を装備してますから、どこにでもですね、持ち歩くことができて非常に便利ではないでしょうか。離れた位置からですね、セラミックヒーターをコントロールすることができるので非常に便利じゃないかなというふうに思います。はい、いかがでしたでしょうか。参考になりましたでしょうか。それではまたご覧になってください。さよなら。